なぜ YouTube を始めたのか。はい、こんにちは、村野聡です。今回はですね、宮迫さんのお店牛宮城から配信しますが、今日はね、 YouTube を始めた理由をねお話ししたいなと思います。現役時代から、講師みたいな仕事をよくしていたんですけれども、まあ、例えばリアルでねセミナーを開催したとして、どのくらいの人が集まるかというとね、まあ100人集まったらすごいんですよね。でもなかなか100人が集まるセミナーってできないんですよ。まあ、自分もセミナーで100人が集まったのはね、多分2回ぐらいなんですね。で、まあ、自分の主張をこうもっとね広げたいがために教員を辞めて、もともとは大学の先生にでもなれればね、その先生の卵にいろんなことを教えることによってそれがね子どもたちに広がっていくというふうに考えたわけですよ。でもなかなかその大学の教員になるっていうのは条件が難しくって、結構ねいろいろ挑戦したんですけども、なかなか実現しなかったっていうことがあって、だからそんな時に、まあ、家内からね YouTube どうって言われたんですよね。でその YouTube なんかとてもとてもと思ったんですよ。誰が見てるか分かんないし、でしかも顔を出してね喋るってなんかちょっと照れくさいじゃないですか。そう思ってまあちょっと YouTube はなと思っていたところで、バーン先生とかね吉田隆先生が YouTube やってるのを見て、あ、やる人はやるんだなと思って、あ、じゃあ自分もやろうかなと思って始めたんですね。で実際にその YouTube で例えば10分とか10ぐらいのね動画を配信した時に、まあ今登録者数が8500人ぐらいいるので、まあ大体その一般的にねその10分の1ぐらいの人が、登録者数の10分の1ぐらいの人が動画を見ると言われてるんですね。そうすると8500人いれば、まあ、850人の人が単純計算で見てくれるわけですよ。そうするとセミナーで100人いるところで話すのと YouTube で配信して850人に見ていただくのと、どっちが影響力があるかって言えば、もう間違いなくこれ YouTube なんですよ。なので、あ、これはもう YouTube で自分のいろいろな経験を語っていくのがおそらく皆さんにとって有益であるし、自分のこの主張もね多くの人に届くんじゃないかなと思って YouTube を始めることにしました。実際にはなかなかこの850再生いかない動画もあるんですけども、でも最近はちょっとね皆さん興味持っていただけると1000回超えることも多くなってきて、まあ、これからもね YouTube で発信していろんな主張をねお伝えしていきたいなというふうに思っています。お肉すごい美味しかったです。 YouTube でも言ってたけど、この名物極み炭塩美味しかったですね。あと宮迫ハラミ美味しかった。見えるかな、これに迫ハイって書いてあるんですよ。迫ハイ、これが金木犀の匂いがするんですよ、香りがするんですよ。すごく美味しいんですよ。他じゃ飲めないですね、これね。ここはね、こんな部屋なんですよ、ね、個室です。外はよいしょ、あれがスクランブルスクエアかな、光ってるのがね。はい、というわけでなぜ YouTube を始めたかっていうねことをお話ししました。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。